今、工学系の大学の2年生なんですけど、オンライン授業で家にいることが多いのですが、全く勉強にやる気が出ません。そのせいで親に怒られ,れっぱなしで何か将来に役に立つしかしねも取れと言われて、以前、簿記の資格をおすすめと聞いたので、簿記の勉強をしようとしたんですが、それすらもやる気が起きません。どうしたらやる気が出ますかまた他にやった方がいいことありますかえっ、ー、と、大学2年で、そうすると、えっ、ー、と、1日に1回だけ、その簿記の参考書の1ページだけ読むっていうルールを決めてください。 なので、あ、別に朝読んでもう1ページ読んだからもうこれ以上読まなくていいやでもいいし、あの、すっげえ眠かったとしても、あ、今日読んでないわーってなったら、じゃあ1ページ読むっていうので、その1ページ読むっていうのだけをルールにしてやってみてください。